はい、こんにちは。手持ちのつぼすべて紹介するまで終われません。続きましてはトリトン王リトルマーメイドよりということでやってまいりましょう。トリトン王ね、なんか最後あれですよね。あ、誰だったっけ、あのヴィランズのキャラの一人、魔女ちゃん、あ、名前を忘れた。とにかくあの足与えたけど声奪った人のと戦うときに最後めちゃめちゃ巨大化しますよね、確かトリトン王って。うん、で、トリトン王に関しては、その、まあ、ちょっとね、アニメの方はあんまりこう記憶にないんですよね、もう10年以上前に作品を見たので。で、まあ、今です、その覚えがあるのは、まあ、娘に溺愛している親バカさんっていうだけじゃなくって、なんかね、あれですわ、なんだっけ、ああ、そうそう、ディズニーシーのキングトリトン王のコンサートですかね、があるじゃないですか。あそこでの、もうなんか等身大のトリトン王が出てくるんですよ。あれのインパクトはね、最強だと思いますよね。うん。で、あとね、トリトン王を見てて思ったのが、トリトン王をモデルに、ね、もう誰しもが思ったことかもしれないですけど、ワンピースの、あの、ね、新世界に入って一発目に出てくる王様、あ、名前が忘れた、なんとかなんじゃもんっていう王様がいるんですけど、言うというか、そういう喋り方をする王様がいるんですけど、全然スキルの紹介できなかったですね。はい。まあ、それのモデルにトリトン王ってなってんじゃねって、だってどう見てもヒゲとか、それからまあ、足がマーメイドになっている部分っていうことを考えたら、うん、実際、モデルになってんじゃないですかね。ということで、手持ちのですね、最強の矛をぶっ刺して、スキルを、つもつぶしていく、そんなスキルをお持ちのトリトン王でございました。ではまた次回。